風船の中に風船を作ります。え？え？もう気がつけてくるよ。
な。おおおお、もう一つ出てくる。おお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 何粒ぐらいしっかり玉を出すんですか。おー、15個ぐらいかな。そうですね、10個から15個ぐらい使うと、はい、大きな風船が作れます。なるほど、10から15個ですね。はい、これを、はい、全部一気に一気に食べます。おー、美味しそう。はい、食べる前に手を消毒しましょう。食べましょう。あれですけど、食べよう。10から15個だね。このぐらいでいいですかね。おお、これ綺麗だね、色が。うん、おピンク。マリちゃん10個ぐらいね。じゃあ食べます。うんうんうん、ヤミー。うん、しっかりガムを噛んだらガムが大きく一つにまとまると思います。うん、そしたらそれを綺麗にまとめて、その中に舌を差し込みます。お、上手上手。そしたらその中に息を吹き込んで風船を膨らませます。うん、本当に上手にできましたね。すごかったです。さすがメイキンさんですね。家に帰ってからもっと練習しましょう。練習しよう、ね、練習すればするほどもっと上手になるはずだよな。うんうん、勉強になりました。実は、はい、ジャムで、はい、楽しい遊びが他にもあります。何ですか。このキシリトールの7種アソート、7つの味のガムが入ってるんですけど、はい、ガムの味当てクイズ、ぜひ皆さんでやってみてください。7種、すごいですね。すごい。じゃあやってみよう。やってみよう。はい、いくよ。はい、これでいこう。たっていった。わっ、味わからない。あ、え、難しくないチャレンジですか。甘い味しかわかんないですね。甘いもの、わかんない。ライチ。ライチか。じゃあマリちゃんの知ってる味、これ。マリちゃんのチャレンジになります。マリちゃん、入れるよ。はい、食べて。目開けていいよ。オレンジ。おー、わかるよね。それすごいね。でも友達と一緒に楽しんでみてください。はい、わかりました。じゃあ風船メニューさん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ではまた会いましょうね。バイバーイ。はい、はい、はい、ということで皆さん、風船ガムがいいですか。はい、マネージャーとマネージャーがね、風船ガムが大好きなんですよ。今日はね、風船メニューさんと一緒に風船の実を使って風船ガムチャレンジをやってみました。イエーイ。またこれキシリトルガム7種アソートボトルの味を目隠し、鼻つまみで味だけで当てるゲームをやってみました。とっても面白かったですよね。またやってみたいな。ということで、風船の実の詳細情報についてこの動画の概要欄を開いて、ぜひ見てくださいね。はい、では今日の動画は以上になります。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押して。